モービルはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の一隻。艦名はアラバマ州モービルにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。モービルは1941年4月14日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1942年5月15日に ハリー・ティハートウェル夫人によって、命名、浸水し、1943年3月24日に、艦長チャールズ・ J ウィーラー大佐の指揮下収益した。チェサピーク湾での成長及び、カスコ湾での短期訓練に続いて、モービルは、太平洋に向けて出港し、1943年7月23日に、真珠湾に、到着、1ヶ月の訓練を行う。 8月22日に西方に向けて出航し、翌日第15任務部隊と合流、8月31日に南鳥島を攻撃する。ハワイからの空母部隊の攻撃に2回参加した後、第5艦隊に加わり、ギルバート諸島攻略戦に参加する。モービルは9月18日にタラワ島を攻撃する、第15任務部隊を護衛し、10月5日、6日には、 ウェイク島を攻撃する第14任務部隊の護衛を行った。10月21日、第53.3任務軍に加わり、西方へ向かう。11月8日には、ブーゲンビル島沖合で増援部隊の上陸を支援した。その後、エスピリトゥサンと島へ向かい、第53.7任務軍と合流して、タラワ島攻略に参加する。 20日のシオ島上陸から28日まで、モービルは、同海域に泊まり、海兵隊攻撃部隊の支援を担当した。12月1日、モービルは、第38任務部隊と、第58任務部隊が核となった第50任務部隊に、再び配属された。部隊は、ギルバート諸島から北方に移動し、マーシャル諸島のクエゼリン干渉、ウォズゼ干渉への空襲を行う。 その後部隊は、新珠湾に帰還し、モービルはそこからサンディエゴへ向かった。サンディエゴでは12月29日に、第5艦隊の揚陸部隊護衛任務に就く。15日後、第53.5任務軍とモービルは、マーシャル諸島へ前進を始めた。1944年1月29日に、任務軍から分離したモービルは、第13巡洋艦隊と共に、 ウォッゼ艦渉へ砲撃を行い、その後任務部隊に再合流、クエゼリン艦渉への攻撃及び、占領任務に就く。2月6日までモービルは、ロイ・コール・ナムル島沖合で、艦砲射撃及び空母護衛任務に従事した。続いて、マジュロへ移動し、12日に、第58任務部隊に加わった。8月上旬には、スカベンジャー作戦に従事して、 水上砲線による駆逐艦末と輸送船トネガワ丸の撃沈と父島への艦砲射撃に参加する。8月5日、エニュエトク干渉に戻る進路を取った。続く2ヶ月にわたってモービルはフィリピン戦役における支援任務に従事し、ビサヤ諸島を呼び、ミンドロ島を攻撃する空母部隊の護衛を担当した。11月20日0600。 うるしい干渉に停泊中、モービルは、防線網付近の海面で水煙を発見。その後、潜望鏡が2から4ノットの速力でまっすぐに、接近してくるのを発見して、5インチ砲と機銃で、射撃を開始。40ミリ機銃の集中射撃が多数命中したが、潜航艇は潜航し、その後水面直下を走る潜水艦が起こすような、 小さな波が左舷性横に近づき、50メートルでそれも見えなくなった。モービルから魚雷が艦首の下を通り抜けたとの通報を受けて、出動可能な護衛駆逐艦軍が付近の捜索を開始した。0608、モービルは隣に停泊中の軽巡ビロクシとの間の海面に渦を発見。護衛駆逐艦ラールタ駆逐艦2隻がこれを破壊した。これは、 回転特別攻撃対菊水隊キクスイタイの移号第47潜水艦から発信した回転だった。12月26日に西海岸に向けてウルシー干渉を出港し、16日後にカリフォルニア州ターミナル島に到着、オーバーホール及び回収が行われた。3月29日にウルシー干渉に戻り、続いて沖縄へ移動、4月3日に到着するとその2日後に、 日本軍の両方に対する最初の攻撃を行う。その後、第51任務部隊、太平洋艦隊揚陸部隊に配属されたモービルは、続く2ヶ月間を火力支援、対空、対戦水艦商会に従事し、ハエトリキ、フライキャッチャーグループの一部として、日本軍の特攻艇の探索、撃退を行った。5月末に、レーテ島に到着、第95.7任務軍、 フィリピン訓練グループに加わり、終戦まで同部隊での作戦活動に従事する。8月20日、モービルは、サンペドロ湾を出港し沖縄及び、日本本土での占領支援任務に就く。9月の間に、日本本土と沖縄間の数度の巡航を行い、連合軍捕虜の輸送を行った。10月は、九州、佐世保近海を巡航し、11月18日に、 海兵隊及び海軍の兵員を上艦させ、サンディエゴに向けて出港12月2日に到着した。その後、魔法の絨毯任務を行った後、ピュージェットサウンド海軍造船所で不活性化に入る。1947年5月9日に、モービルは退役し、ブレマートンの予備役艦隊で保管される。1959年3月1日に除籍され、 1959年12月16日にスクラップとしてジベルエクスプロレーションズ社に売却。1960年1月19日に廃棄のため牽引された。モービルは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。